今回は立って足踏みするだけ。これだけでお腹がへこむ姿勢、体を引き伸ばす姿勢、お尻が締まって足のラインがまっすぐになる、カエル足ウォークを紹介します。姿勢が悪ければ代謝が下がり、体重が減っても見た目は変わりません。今すぐ一緒にやりましょう。つま先を開いてもらって、片足を前に出します。このまま前の足をこのように動かしましょう。かかと膝を上げて落とす。お尻が出ないように体しっかり前に持ってって、体を上に引っ張りながら前足動かしましょう。これだけでも股関節開いて、お尻の横が鍛えられているので体幹が鍛えられます。はい、 OK。 反対も同じようにいきましょう。つま先はできるだけ開いた方がいいです。結構これがね、効きますからね。気づいたらお尻が下がっちゃうので、ちゃんとね、お尻締めながら体まっすぐにしましょう。また反対足にします。このまま足を上げたら下ろしましょう。できるだけ股関節を開いてください。お腹をへっこましとかないとお尻が後ろに出ちゃうので、しっかりお腹引っ込めて足を動かしてください。体重は後ろ足です。反対も同じようにいきましょう。しっかりね、つま先開くと正しい姿勢が作れてきますので、O脚だよ、お腹出てるよ、反り腰だよっていう人はね、やる前やった後ビフォーアフター見てください。つま先を開いて少し膝を曲げながら前かがみになったら戻りましょう。つま先しっかり開いて、膝も開いて前かがみです。膝はできるだけ開いてください。今のつま先開いた角度で足を横に交互に上げましょう。どちらかというと上げたらちょっと後ろに回すようなイメージ。しっかり開いて足を上げます。足は高い方がね、いいです。高く開いて、これで体のラインが作れますからね。 OK。 つま先をしっかり開いて膝もしっかり伸ばします。このまま腰を動かしましょう。あと、まずは片方ばっかり回します。あんまり体がね、前かがみにならないように、曲げたい膝を頑張って伸ばしておきましょう。股関節をね、右左って回してます。日常的に座ってる時間が長い人はね、股関節が内側になって反り腰でお腹出ますので、はい、 OK。 反対もいきましょう。なので股関節をね、回していきましょう。体重を移した時にね、股関節を回している感じがあると思います。しっかり回しましょう。
次はつま先を開いて片足立ちでバランスを取りましょう。いろんな足の位置に動かしてください。あと体をね、つま先の方向かないように、つま先開いて体を前です。できればね、ちょっとこっちに開いたりして、もっとバランス取ってください。つま先開いてるだけで結構難しいですよね。体がね、戻りたくなりますからね。それを開いてるんで難しいと思います。 OK、 反対も一緒です。つま先開いて、体は前。これが結構ね、難しいんですよ。この股関節を開くっていうことがね、つま先まっすぐ向けると結構簡単なんですけどね。つま先開いてるんでね、バランス取りにくいと思います。 OK、かかとを合わせてつま先立ちで、かかとの上に座る感じでバランス取りましょう。このままね、バランスを取ります。これで足の指の力がつきますので、立ってる時のね、足指の力がギュッと入って体をまっすぐ保つバランスがね、取れます。足裏外にね、重心かかってる人結構多いんで、ちゃんとね、指で地面をつかむ感じの足裏重心作りましょう。 OK、 今度はこのまま足を横に出して戻して、繰り返します。つま先立ちですね、こっちは。で、かかとの上に座る。小バランスがね、いりますよね。単純にバランス取るってことは筋肉を使ってるってことなんで、体幹がね、すごい身につきますから。 OK、 ラスト、このまま上下に揺れましょう。たまにね、お尻を出したり、お尻を前にしたり、位置を変えながら、膝の幅も変えたりしながら、ぴょんぴょん跳ねましょう。足首とね、足指がね、鍛えられますから。うわ、 OK、 うわー、足首が。有酸素運動として脂肪燃焼ができながら体のラインが整います。最後までやったよって方、足のラインや体のラインビフォーアフターとって比べてみてください。1日ずつ体が変わっていきますから、やってみた人はコメントで感想を教えてください。